ある冬の日から始まった彼女たちのキャンプライフ。いろんなキャンプ、またみんなでやりたいな。作ってみないか？私たちで。みんなでキャンプ場作りなんてすっごく面白そう。ノクルの部室みたいやね。こういうのもなんか久々だね。私たちが今楽しいって思ってることがいろんな人に伝わって、また楽しさを伝えていく。すごいな、なでしこは。できるよ。一番最初に私にキャンプの楽しさを教えてくれたのはりんちゃんだもん。映画ゆるキャン7月1日全国ロードショー。